もうなんかすげえおもんなそうなんだけど、これ見ただけで。もうこれサムネ見ただけでめちゃめちゃおもんなそうだわ。見てこれ。これきつくないですか？エモン、ジャニオタ、アニオタ、トリテツ。これ寒いやつだよ、これ。もう全部ゲのゲだって。もう気づいてほしい。これきつそうだよ、これ。最強のネット勢力を決める戦争をしてみた。どうやって？やばいよ、これ。でも俺、撮り鉄がなんかやっぱ頭一つ抜けてるような気がするんだよな。わかんない、これ偏見なんだけど、マジでその撮り鉄はなんか、害悪度が高い気がする。俺の、まあ、その、なんか、体感よ、これは。うん。まあ、ジャニオタもやばいか。まあ、いや、とりあえず。ここは、インターネット、電子の砂漠。なんでちょ、数多くの勢力が日夜ネット世界を。しかもそこに肩を並べるエモンって何？時代、その中でもえりすぐりとされる界隈が存在する。これは坊主の頭皮の拡大映像ではない。エモンだ。エモンだ。あと11を王とするネット世界の荒くれ者たち。一度暴れれば手がつけられない。王の号令があればどこへでも挟さんじる従順さはネット界隈。そんな兵隊だったのエモンって。その分攻撃性も高い。しかし王である加藤健一が認めた存在であれば、わけ隔てなく尻尾を振るところから二重人格チワワとも名高い。そうなんだ、二重人格チワワって言われてんだ。で言えばネット最大。あ、これ603、あ、有名な人なんだ。知らんかった。そう、取り鉄である。他の勢力とは一線を画す民度の理由は普通に犯罪だから。私有地への侵入、鉄道部品の盗難、暴言の威力業務妨害、今回はその取り鉄の中で対抗力にある取り鉄5穴が集まった。これどうやって戦うの？でも弱いものを好むあまり自らが鉄の体となった。でも俺あれ好きで、あのドゥア1700ってやつ知ってる？あのあとなんだっけ、あの記念の列車が通るときになんか車が通っちゃって、おいふざけんじゃねえよバカ野郎みたいな暴言吐きまくって結局に消えるやつ。あのライブでのオタ活によって磨き上げられたもの、あれ好きだけど。さらには欲するものを手にするためには他者との交流も戦争も厭わないその活発さは排他的な勢力が多いアイドル界隈では別の存在といえる。一人一人がペンライトを模した宝具を所持しており、攻撃力もピカイチ。唯一弱点があるとすれば結婚という二文字だ。これ、まあ、ニノの結婚のコピペ見たけどな俺ら。どんな荒れ地でも若葉を芽吹かせる強靭なメンタルそのものだ。アニオタだ。その体はアニメを見るのに進化したと言われており、かつては人間であったという。もう人間じゃなくなっちゃったんだ。一度に視聴できるよう発達した目に、あまたのメディアを同時に操ることができるようになった。増えた腕。アニメで学んだ知識を蓄積する脳は人の限界をはるかに超えている。すげえアニオタ。現世界のアニオタはもちろん殴る拳で。エモン、トリテツ、ジャニオタ、アニオタ、一同に出会うことがないネット世界の。でもアニオタはなんかたまにイケメンが偽装として使うから気をつけてください。どうなる。俺アニメ好きなんだよね。呪術廻戦始めましょう。電子の覇者を決める大戦。ファッションアニオタもいるから気をつけてください。毎回この怒号で笑っちまう。エモンバーサス V 豚もいるの。薄毛遠いみたいになってる。これも全部エモンだから。二手に分かれてる。なんでこれ、まあ、こういう、まあ、そういうこと。知性を感じるんだが、リアルタイムで待って、エモンが二手に分か、本体と分体に分かれてる。思ってたのと違う。分体はどこ行くんだ。思ってたのと違う。トリテツか。でもあっちが多分先にぶつかるから。僕は実際にやるの。まずはトリテツの威力偵察だね。やっぱあっちが先に始まっちゃうから、あっちを見よう先に。火花散ってる。もう火花散ってる。火花じゃなくて豪華散ってるんですけど。何その火力強すぎる。トリテツはどこだ。ジャニオタか。つい。そういうなんか、汚物は消毒だという。いやでも意外とジャニオタも持ちこたえてる。
近づけさえすれば、近づけさえすれば、ジャニオタの圧倒的フィジカル。分かんなかった、分かんない。ジョンコ、この動画おすすめされたから。結果だけ見ればいいの。結果だけ見るか。了解。からで。どうせ大消滅とかするんだろう。電子世界の王となったのは撮り鉄です、皆さん。あ、撮り鉄が勝ってる、普通に。普通に撮り鉄が勝ってたわ。うん、なんでだろうね、わかんない。理由は謎です。うん、わかんないですね。でもやっぱり、そういうことなんでしょうね。わかんない。でもどうでしょうね。でも、あの、大体結構、その、なんだろう、2つの属性持ってる人がほとんどじゃないですか。あの、撮り鉄兼エモンとかさ、アニオタ兼エモンとかさ、ジャニオタ兼エモンはいないかもしれないけど、なんか、ジャニオタ兼アニオタとかさ、なんかもうそこら辺含めたらもう気が済まない、もう、なんだろうな、もう、キリがないというか。